こんばんは。あののんきにパピコ食べてたら59分でちょっと焦っちゃった。なんかびっくりしちゃった。のんきにパピコ食べてた。5分あったんだ。55分にパピコ食べ始めて、で、あと5分あるしとか思ってゆっくり食べてたら、食べ終わって時間見たら59分になってて慌てて慌ててきたってだけ、ちょっと日本語あれなんだけど、慌てて配信を開始。よいしょ、めっちゃ白飛び。バターアイス食べた。食べてない。バターアイスってどういう味なんのなんかさ、なんかバターをそのまま食べるとか考えられなくて、そうなんか考えられなくて、信じられなくて食べれないんだけど本当になんかお菓子とかに入ってたりとか、パンにちょこっと塗る程度だったらいいんだけど、あれを丸々一本食べるってなるとちょっと気が引けちゃって挑戦できない。なんかうねうねしてる。ここアイロンしたの。レアチーズ好きならハマる。あー、嫌いじゃない、嫌いじゃない。濃厚なバターの味。あー、もしかしたら食べれないかもしれないわかんないけどね、いつか食べてみる。でもね、売ってあったの知ってるから、売ってるの知ってるから気になってはいるんだよね。サイコはあれが食べたいんです。花もちのあのー、何あれ、きなこ黒蜜のやつが食べたくて。そうだからちょっと今週1週間頑張ったご褒美に来週食べるそう、今週1週間は何かと毎日いろいろあるので、ありがたいことに。だから今週終わって来週ご褒美に花もちも買いました。今日買ってパピコと花もち買って、花もちは来週食べようと思って。パープル公園、サイマルがたくさんアイディア出したんでマカちゃんから言った。そう、パープル公園どうでしたか？昨日ね、久しぶりの公演だったんだけど、なんか瀬戸りもね増えて、衣装はそのままなんだけど、センターをねパープルは全部変えて、なんか他のチームが先に公演してたから瀬戸り増えるんだろうなっていう予想は、曲増えるんだろうなっていう予想は多分みんなしてたと思うんだけどそう、パープルは結構瀬戸りとセンターも全部変わったので、そう3曲追加して、でセンターは変えても変えなくてもいいよみたいになってたんだけど、結構長いこと七色公演やってたから変えよっかって話になって、パープルは。そうなんか、もともとパープル公演やってた時もなんか
変えてみませんっていう話はしてたんだけど、なかなかちょっとできずにそういたから、ちょうどこのタイミングで変えようって話になって、そう変えたって感じなんだけど、そうです、シェカラシカになりましたなんかね、自分もまさかシェカラシカになるとは思ってなかったからあれなんだけどマイクスタンド初めてのマイクスタンド。優しさの稲妻も提案さえまる、あーみずきちゃんが言った、そうなんですよ、さやかがしましたしましたっていうのもあれなんだけど、なんか LINE で瀬取り決めてて、7人のトークがあって、それでなんかどの曲追加しようかとか、どの曲瀬取りの順番どうしようか、なんか前の瀬取りの流れに3曲足すのはちょっと難しいから、そもそもの瀬取りは変えた方がいいかも、その前のは前ので完結してしまってるから、新しく追加するのはなんか違うなって話になって、ちょっと流れも変えるの考えようっていう話になった時に、そうやっぱさ、その場で会ってないからみんな LINE 見れる時間帯が違うわけじゃん、でそうで話してた時に、たまたまさやかとあおさんぐらいしかいなくて、その LINE グループに意識してなくて、そうでなんかずっと2人の個人ラインみたいになりながら話してて、曲も意見出したりとか、なんかあんまり得意じゃないんだけど公式ライン、本当に公式ラインじゃねえや、グループラインか、グループラインマジで苦手、なんか人とラインすることがまず苦手だからさちょっと死ぬかと思った本当に、これ大丈夫、最後めっちゃ喋ってるけど、みんな大丈夫って思いながら LINE して、そうみんなで曲出し合って、これこの曲とかいいですねとか、これこの曲かわいいとか、なんかあんまり知ってる曲が多くないから、なんかなんだろう、本当に知らないんだよね、なんか曲が曲をマジで、だから曲のリスト、各グループの曲のリストが送られてくるんだけど、そう曲リスト見ながら YouTube で片っ端から聞いて、あこれ可愛いなとか、これ合うなとか思いながら、パープルライン送ったりして、他の人から来た曲も聞いてそう、あーめっちゃいいこの曲とかなりながら、そうしてっていうしてっていう感じでめっちゃ頑張った、自分で言うけどめっちゃ頑張ったあのそのセトリ決めは本当に、なんか他にもね曲たくさん出てたから、そうすごい迷ったんだけど、みんなでね、なんか瀬取りの流れもなんか曲は決まっ、なんか曲決まってとか、瀬取りの流れ曲決めながら瀬取りの流れを考えてた時に、葵さんがずっと決めてくださってて、なんかこの瀬取りなんていうの、瀬取り、なんていうの、流れをずっと葵さんが決めてくださってて、そう、それ見ながら、ああなるほどって思いながら、そう、さやかも瀬取りこの流れどうですかみたいな感じで、そう、なんかもかちゃんと個別で話してた時に、なんかこのなんか最後もちょっとセトリ考えてみたんですけどどうですかって言ってもかちゃんに個人的に一回送ったんだけど、で普
通にパープルラインで話が進んでて、もかちゃんから個人で、サイカの言ってた瀬戸利結構私好きだから提案してみてもいいんじゃないって言われて、そう、あ本当って思いながらそう瀬戸利を提案したらまさかのそれが採用されるっていう嬉しかった。アンコールのレインボーの前の方いいよね。なんかそれこそそれももかちゃんと話しててそうアンコールはフルだからなんかどうしようかみたいな考えてた時に選んでレインボーのフルの歌詞見てたら名前言ってて、そうもかちゃんと2人でえこれちょうど7人だし自分たちの名前に変えれるなら変えたらめっちゃ可愛くないって話になって、そうあいいじゃんいいじゃんとか言ってそうやったりとかして、さくらんぼ始まりが個人的にすごい好きでなんかなんていうのオネストマンみたいな出てくる系なんていうの出てくる系の入りもすごい好きだし、結構オネストマン始まり好きだったんだけど、そう好きだったんだけど、なんか個人的になんかチェーンオブラブとかさくらんぼとかイントロが可愛い曲なんていうのなんかイントロがなんかペン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 みたいなチェインとかさテン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 なんか静かに始まってバーンっていく曲がさっき個人的に結構好きで、で板付きでなんかそうさくらんぼ一発目すごい好きなんだよなではね結構ねきついんですよね前のパープルってあんまり踊ってなかったから、言うてさくらんぼぐらいだったから踊ってたの、そうだから優しさの稲妻とか初恋至上主義とか増えて結構きつい結構きついだるまさんが転んださやまの発音、ああそうですねそうですね、なんかこれ10年のも恥ずかしいんだけど、そうだるまさんが転んだふとオネストマンでなんだろう最初さ前までさオネストマンのテン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 イントロで外からさふざけながらじゃないけどわちゃわちゃしながら出てきてたじゃんか、で曲セトリ考えてた時にオネストマン一発目じゃないなと思って、まあ一発目でもいいんだけど、やった時にあこれだるまさんが転んだしたら楽しくないと思ってそうなんかパープルっぽいじゃん、多分パープルにしかできないと思うんだよね、他なんかそのだるまさんが転んだそうパープルだからできる気がして、そうめっちゃ絶対楽しいし可愛いじゃんと思って、そう提案したらそれも OK 通っちゃって嬉しい、あよかったと、なんだそれって思われたらさちょっと怖かったんだけどさそう提案してみたらみんな結構ノリノリで、そうノリノリでなんていうの、なんか何言葉が出てこないそういいねって言ってもらえて、前半好きなんだよね、さくらんぼからの遠距離ポスターからの優しさの稲妻、遠距離ポスターが小田ちゃんなのがのセンターが小田ちゃんなのが本当に解釈の一致すぎて本当にありがとうございますって感じなんだけどそう本当にうんいい、めっちゃ可愛い小田ちゃんセンター似合ってるもん似合ってるもんめっちゃ好き
何研究ポスター多分初めて踊るんだよね。よくやってるイメージだけど、 HKT としてはやったことな気がする。やってたらちょっとすいませんやってたらごめんなさいなんだけど、ね、やったことなかった。だって踊れなかったもん。やったことある曲か振り部一回見たら思い出せるけど、研究ポスターやったことなかった。いいよねあの流れ、かわいい。2曲目は結構候補がいっぱいあって、他の曲もあって、そういくつかあったんだけど、結果遠距離ポスターになって、でもどの曲でも可愛かったんだろうなって思う。優しさの稲妻もさ難しくてさそう、それか振り覚えるのがあんまり早くないから、なんかめっちゃ苦戦した全然覚えられなくて、そういや難しいよって思いながら、そう3日ぐらいかかった。2日かかったマジで難しい。ねえでもなんか楽しい、めっちゃ好きだなと思った。優しさの稲妻いい曲だと思って、なんか曲調が結構個人的にすごい好きで、なんかダンスナンバーだけど暗くもなく明るくっていう感じ、曲めっちゃ好き。アンコールの、アンコールじゃないや、アンコール前の流れも好きなんだよね。なんか初恋至上主義からの早送りカレンダー、きついけどねめちゃきついけど、初恋至上主義が思ったよりきつくて、そうからの早送りカレンダーが結構しんどくてびっくりしちゃったなんか楽しいんだよ、めっちゃその分めっちゃ楽しいんだよその流れが。そうだからちょっとなんか納得言えないんだけど、きついけどさ楽しいからさいいよね。なんか早送りカレンダーのなんか紙手の一番外になったんですよ。こうなってるんだけど、 V の字ってかなってるんだけど、センターがいて葵さん、さやかって感じで、あの上地の一番端なんだけど、あの歌割りがね、ノースリーブ着替えた頃にっていうのをもかちゃんと一緒に歌ってるんだけど、それがね下手で歌ってるの。そうでね、下手の2番ぐらいで歌って、ウォーウォーの後にダッシュで上手の3番まで行ってるんですよ。そう、それが思ったより遠くてそう、なんかリハブイでね、前のリハブイで小田ちゃんが全力ダッシュしてて、あー可愛いって思ってたんだけど、かわいいとか言ってる暇じゃない、結構遠いぞって思いながらそう、その今までの小田ちゃん の苦労を感じました感じましたそう、いや意外と遠くてさびっくりしちゃった。もうちょっと近いだろうと思ってた。結構遠い結構遠い。 DMM で映ってたんだなんでなんで。そう、ねえ楽しかった。公演楽しいよねやっぱり。なんか昨日公演しててリハでめっちゃ思ったのが、あ一生下手いるじゃんって一生下手いるじゃんってリハで思った。下手率高いから、さやか七色公演だと、だから来る方は、劇場来れる方は下手にいたらいっぱい見える気がする。だってさやか髪手全然いってないもん。
くらんぼしもてでしょ、遠距離しもてでしょ、それさないのそのしもてでしょ前半全部しもてじゃん。オネストマン最初上手で花道はしもてで、あエレキ上手だ、シャムネコしもてシャムネコしもて、シャカラシカ真ん中シャカラシカ真ん中、初恋、あ初恋至上主義、どっちもだわ、最初上手で次下手だ感想ぐらいから下手だから、なんか初恋至上主義は結構なんかまんべんなく言ってる。早送りカレンダー上手、レンボ下手下手率、下手率高すぎね、それか下手多いね、警報も確かに、警報も確かに下手ばっかりかも、たまたまなんだよこれ本当にたまたまなんだよ、めちゃくちゃたまたまなんだよ。ポジションもさ自分で希望してないからさあれなんだけどさ、自己紹介も下手だしね、自己紹介 MC 値変わんないの前と下手から2番目ぜひ劇場に来るときは下手で下手でって選べるのか分かんないけど、下手で下手で、じゃんじゃじゃん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 、明日もあるのでね、そうだよ明日もあるんだよ、嬉しいね、明日と来週の月曜日だったから、あれ今日月曜日か、なんかさ祝日ってこと忘れちゃうよね、まあ、忘れてはないんだけどさ忘れてはないんだけどさ、祝日なんだな今日、まあ、祝日じゃなかったら真っ昼間からスイートポテトなんか作れないんだけどさ、筋肉痛大丈夫ですかね、痛いですここと腕のここ両方と、あと背中は痛かったんだけど、そうちょっと治った、痛いね首めっちゃ首筋肉痛なの、最近今この後ろなんでだろう、そんな首使ったかな、なんか首の後ろがめっちゃ筋肉痛でめちゃくちゃ痛い、朝起きるじゃん、一旦考えたの、あどうしよう絶対これ筋肉痛きてるって思って、で起き上がるじゃん、あ首終わったと思って首もう終わったわって思って、ちょっとうん、ちょっとねそうちょっとうん終わったと思ったね、多分普通に首いっぱい動かしたからかな、この辺も痛いもん、なんか首硬いんだよ、なんかトレーナーさんにも言われて首硬いですねってそうなんですよ硬いんですよとか言って、まあまあまあ治る、そんな動けないほどじゃないから、ねえ楽しかった、明日も楽しみ、なんかいいね一日起きって1週間とか経つと忘れちゃうからさ、なんかなんだろう、ずっとやってる制服の目とかあったらさ全然いいんだけど、久しぶりなんか七色とかさ、なんていうの、なんなら昨日が久しぶりだったわけで、そうだ
いちゃいそうで怖いな。来週タケノコの里食べた？まだまだ食べてない。そうまだ食べれてない。食べてないだけなんだけどそうちょっとね、なんか食べてないそう食べてない。特に理由はないです。特に理由はないんだけど、あ、そうだ、あーあー、ちょっと待って、一瞬いて、バックバック、いて、ただいま、いてててててて。ハルタンが昨日ショールームでサイカとよく映画見に行くって言ってた。行くね。サイカハルタンさんと一番映画行ってる気がする。もう5回ぐらい行ってる。じゃじゃじゃーん、もらいましたこれもらいました、みんながくれた31 昨日一回ね事務所に行った日があったんだけど、その日の帰ってからマネージャーさんから31の券ロッカーに入れといたよって言われて、あー帰ったって思って、そうで昨日行ったので受け取ってきました。イエーイ。そうみんながたくさん花火を投げてくれたおかげでゲットできました。ありがとう。え、開けていい？見て BR って書いてある。あーやばい、これさっき綺麗に開けたいのにビリって言っちゃった。無理だね、これ綺麗に開けるとかそういう概念あるわ。ほい、ドゥンドゥクドゥンドゥンドゥン、ドゥンドゥクドゥンドゥンドゥン、アイスクリームギフトコード、やばいね、すごい。すごいすごい。すごっ。同額の商品だった。よいしょよいしょよいしょ。よいしょよいしょよいしょ。嬉しい。ちょっと待って調べる31調べる。嬉しいんだけど、みんな番号の心配してくれてる。大丈夫だよ、そこまでドジじゃないからそこまでドジじゃないから大丈夫。シーマを、はい元通り、はい元通り、31。え、さやかさ、でかいパック食べたいんだよね。31のでけえやつ、え、これはこのを3日とかに、3日4日5日とかに分けて食べるのと、でかいのをボンって買うのがどっちがいいんだろう。アイスクリーム、これは値段は見れないのでしょうか。値段、あ、価格、商品価格、あ、ないですね。価格はどこで見れるんでしょう。一体31値段、来るかも、一瞬としたかわいい、映しちゃうんだ、ダメだよ使ったら。
映したとしても、あ、ありました。値段一覧、スモールシングル、おお、ほう、なるほど。さかはいつもスモールダブル買っちゃうねスモールダブルにしちゃうね。え、でかいの、でかいの、あ、バラエティボックス懐かしい。さか昔買ってた、あのお母さん買ってた買ってた、家族で食べてた。え、バラエティパックのレギュラー8個入りも買えちゃうんだ。したら8個食べれるんだよ。わっわっわっ、ハンドパックだって。ハンドパック、これ見たことある、最近 SNS で見たことある、これあのインスタで 見る、これ、これになんかあのうねうねしたろうそく立ててるもん、見たことある。え、いいね。え、これにしようかなこれにしようかな、ハンドバッグ買えちゃうよ、ハンドバッグ。え、3人分を3つ買えちゃうから 6人分じゃん。違うわ、9人分だわ計算どない。いいね。いいねいいね。え、アイスケーキも買えちゃうよ、頑張れば。ちょっとオーバーしちゃうけど。え、自分で払えばいいんだから、小銭は小銭はとか言って。え、美味しそう、アイスケーキ。いいよね、去年の誕生日アイスケーキだった、美味しかった。そう、アイスケーキが食べたい、アイスケーキが食べたいって言ってたら、アイスケーキ買ってきてくれたお母さんが。優しゃ優しゃ。あー、これ知ってる、さやか。なんか自分の好きなアイスを上に乗せれるやつ。わーわー、あれにしよっかな、ハンドパックハンドパック、うわ、ありだな、いい、楽しい、世界で一番楽しい今世界で一番楽しい、幸せ。どうしようかな、ちょっと迷おう。幸せの、幸せのカード、ありがとうございます。皆さん本当にこれ食べて幸せになりますこれ食べて、アイスが世界で一番好き。毎日アイスでもいける気がする、さやか。主食アイス全然いけるね。いいね、ちょっと悩もうえ、これいつまで、ちょっと待って、また開けなきゃいけないじゃん。なんかさ、こういうのさ、多分さ、なんかもったいぶっちゃってさ、使うの忘れそうなんだよ。いつまで、え、書いてないんだけど、いつまでやってる。え、期限ないの、天才か。期限ないの、え、サーティワンって BR サーティワンアイスクリーム株式会社っていうんだ。バスキンロビンズ株式会社とかじゃないんだ。BR31 アイスクリーム株式会社なんだ。知らなかった何の発見？
どこに目つけとるの？え、めっちゃいいじゃん。何？天才か？天才か？天才か？天才だ。天才だ天才だって最近ちょっとうるさいんだよな。めっちゃ音する。天才だ天才だ天才だ。超天才。やったね。やったね。やったやった。いいね。ちょっと夢が広がるわ。いや、待って。これさ、バラエティボックス買って。いろんな味食べ比べするのもありだね。あるよね。だって8個入りでも2000円しないんだよこれ。8個食べれて2000円しないんだよ。まあスモールだけどさ。いや、わあ、いいじゃん、いいじゃん。最高。ちょっと悩もう悩もうっと、ちょっと悩もうっと。ルルルルルン。お腹空いてきちゃった。サーティーマンの話してたらお腹空いてきちゃった。いでアイスっていいよね。なんか永遠と食べれる気がする。いや、もう40分だよ。まだ40分じゃないけど。早いね。楽しみですわ。頼むです。なんかね、この間インスタ見てたらね、ホットプレートのたこ焼き器のやつで小籠包を作ってる人がいて、そう、あ、すごって思った。その発想がすごいなと思って、美味しそうって思っちゃった。え、みんなは何がおすすめですか？31のフレーバーは何が好きですか？31フレーバー。くしゃみ出そうだね。何が好きコミント、夏というポッピングシャワー一緒。チョコミント、チョコミント好きな人多いね。ラブポーション、チョコレート、チョコミント、チョコミント多いね。みんなチョコミント好きじゃん。なんかポッピングシャワーとクッキー&クリームが大好きなんだけど、ジャモカコーヒー、ラムレーズン、おー、なんかチョコミント食べれないんですよね。そう、このさ、ロッキーロードって気になってるの。さやかマシュマロって、あ、チョップドチョコレートも食べたことあるよ。好き、結構好き。バナナ&ストロベリー、わ、美味しそう。31ワールドレコードってすごい。ソーダ&キーフルーツソルベ、
ラブポーションさんって今美味しそうだよね。毎回気になってんだけど、結局さ、ポッピングシャワーとさ、クッキー&クリーム食べちゃうんだよね。でも8個選べるからそれ買うつもりやんって話なんだけど8個選べるからね、みんなわかるか。8個選べるんよ。これ美味しそう、マスカットバスケット、バスケットか、え、バスケット、どっちでもいいわ。マスカットと赤ぶどうだって。あ、あった、バナナ&ストロベリー、美味しそう。今北産業、ありがとう産業何それ、ありがとう産業って何。ニューヨークチーズケーキ、あ、すごい、アイスでチーズケーキ、美味しそう。家族にお裾分けをしますか。しません。だって三役がもらったんだもん。三役がもらった。うん。しません。何これ。ドリームクライマーだって。いちごミルクフレーバーとチョコリボンに大豆パフチョコ、可愛いのにプロテイン強化なるほどねなるほどね、そういうことね。メープルスイカポテト美味しそう。え、お芋って本当にさ天才。トモスとかね、トモスとも話したの、芋をスイーツにしようとして、しよう、ん、芋をスイーツにしようって考えてくれた人はマジで天才だよね。楽しんでて、そう、本当に芋の何、全芋のスイーツ開発してくれた人にマジ感謝っていう話をしてて、友達と。いいよね。わあ、ちょっと8個迷うわ。8個ちょっと悩みながら、ねちょっと面白い、あのクランチーピーナッツ&チョコレートっていうフレーバーの説明が、ピーナッツ風フレーバーにリボン、コクのあるチョコが癖になる、本物のピーナッツまで入って思わずワオな美味しさかわいい、思わずワオな美味しさ。ワオがさ WOW なの面白い、大好き大好き、思わずパオな美味しさ、こういうの好きだわ、面白いな。惹かれちゃうじゃん、ちょっとなんか買ってみたくなっちゃうよね。こんなこと、こんなこと言われたらさねこんなこと言われたらね、ちょっと食べたくなっちゃうよねそんなワオな美味しさなんやな いいね、ちょっと悩むわ、ちょっと悩ませてもらって、楽しい、すごい楽しい、今なんか今なんかとか言っちゃってすごい楽しい。わあ美味しそう、なんか見てたらさ食べたくなっちゃうなんかパック食べとか、いいね、夢だね、ゆっくり決めよう。なんか最近暑いからさ、ちょっと前は涼しかったけどさ、また暑いじゃんかじゃんか、また暑くなってきてるからさ、いいよね。東京
ょんぴ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 ょん。なんかさ、インスタ見てた時にさ、結構インスタ見るんですよ、暇な時とか寝る前とか。インスタのなんか何ていうの、検索欄のところ見るとさ、なんかディズニーとかユニバに行きたすぎて、ディズニーとか制服ディズニーとかディズニーフォトとかそういうので調べてて、行きたすぎてね、調べてたからか、ディズニーのカチューシャかなの新作情報みたいなのが流れてきちゃって、そう見たらめちゃめちゃ可愛くて、ラメがついた、なんかグミリボンがついたね、なんかラメの耳とか、なんかベールみたいになってるやつとか、お花がついてるやつとか、そう行きたくなっちゃうじゃんと思いながら、まあ、見てたんだけど、しっかりしっかり見させてもらって、あ、サーティワンの話してたら、サーティワンのアイスのやつが出てきた、インスタに。そう、これあの、このろうそく、このうねうねしたろうそく立てるやつやりたいのさ、やか、このインスタ映えみたいなやつ。でもさ、このうねうねしたろうそく自分で作ってるらしいのね。どうやって作るんやろうか、折れるよね、絶対折れるよね。でもね、100均アイテムをプラスって書いてあるからさ、100均でできるのかな。ろうそく買ってみようかな。誰の誕生日でもないんだけどさ別に誰の誕生日でもないんだけどさ、ねえ、ろうそく買ってみようかな。え、お、なんかおしゃれなんだけど、今時の人たちっておしゃれすぎない？おしゃれなんだけど、めちゃくちゃ。なんかさ、サーティワンのクレープも気になってるんだ、そういえば。そう、食べたことなくて、なんかいつか食べたいって思いつつ、ね、いや気になってる気になってる、超気になってる。あ、なんかわあ、美味しそう、楽しみ、買う日が。目カピカピ。なんか最近ドライヤーひどくなっちゃったのか知らないんだけどさ、すごいさ、目がさ乾燥するんだよね。どうしてだろう。夜ご飯なんだろう今日。みんなの夜ご飯は何ですか？夜ご飯はハンバーグ食べてる。だからさ、ハンバーグすっごい好きなんだよね。だからさ、なんかマジで3日3日ハンバーグ食べたいって言ってる。本当に3日3日ハンバーグ食べたいって言ったら、ああ落としちゃったスマホ。ハンバーグ食べたい。カレーライスいいね。ラーメンはラーメンいいな。さかラーメン食べてないな最近長いこと。最後に食べたのいつだろう。いいね。パンプキンスープいいね。はあ。アグリジャラ。さやかは卵スープあるから、卵スープは確実。パルコ地下のハンバーグ屋さんが美味しかった。極み屋でしょ、極み屋、極み屋か、極み屋でしょ。あそこ美味しいよね。さやかもね大好きなんだよね。
お寿司食べたいな。わかるー、わかるー、超わかる。お寿司食べたい。おじさんが3日に1回お寿司食べたいって言ってる。いいなぁ、いいなぁいいな、なんかお腹空いてるけどさ、食べ物の話してさ、お腹すくんだけどさお腹すくんだけど、なんかいいね。寿司ネタ何が好き？さやかはイクラとサーモンかな、はマストで頼む。いや、なんかさ、あとあれ好きなんだよね、あの某回るお寿司屋さんのあのバジルチーズサーモン、サーモンバジルチーズがめっちゃ好きがめっちゃ好き。もつ鍋ベイ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 、もつ鍋が食べたくない時期わかる。さやかさ、サムギョプサルもしたいんだよね。サムギョプサルしたい。でもさやかは生ハムが好き。お寿司屋さん行くと絶対食べる。某回るお寿司屋さん生ハム、生ハムオニオン、生ハムオニオンはちょっとめっちゃ好き。いやー、お寿司食べたくなっちゃったなっちゃった。お寿司食べたくなっちゃった。お寿司食べたくなっちゃったよ。何皿食べるの？8とかぐらいかな。7、8くらい。ザ平均ザ平均。ねえ、あ、なんかついてきちゃった。すごいなんかついてきちゃった。お寿司食べて締めないです。それよくやるんだよ、最後よくやるんだよ。デザートあるじゃん。そうそうそう、回る寿司だったらなんかデザート許可してもらえるんだよね、なぜか。まあ、大体食べるのはアイスだ。アイスか、それかカタラーナがすごい好きで、某回るお寿司屋さんの。そう、カタラーナがすっごい好きで、そう、カタラーナ絶対食べるんだけど。いいね。現場でもお寿司行こうってなる？ならんよ。なるのはリナと関さんと若菜ぐらい。安定の、安定のメンツ。安定のメンツ。そこぐらいで寿司行きたいって言ってるの基本そこ3人の誰かだもん基本リナ、基本リナが言ってて寿司行きたいって、あ、行こうよ、食べたいって言ってるイメージ。よく聞く名前よく聞く3人。そう、なんかそもそもさが人とご飯あんまり行かないんだよね。そう、その3人ぐらいだもん、ご飯行くの。そうそうそう、ね、お腹空いてきちゃった。今何時だ？あ、55分です。もう夕方だ。早、最近さ、暗くなるのが早くてさ、そう、暗くなるのが早くて、なんか季節を感じる季節を感じる季節感じてます。
っとっとっと。ねえ。早い早い。だってさ、もうさ、7時ってもう結構暗いじゃん。もうちょっと明るい。それかさ、冬の方が好きなんだけど、夏より冬の方が好きなんだけど、明るくあってほしいの。なんか寂しいじゃん、暗くなるの。だからちょっとね、複雑な気持ちを抱えて生きていく。誕生日も。とととととー。よ、あ、押せました。13位りなちゃん、12位よしたかさん、11位まえのりさん、10位りょうさん、9位あびしまるさん、8位くろちゃん、7位あて、はやったーさん、6位福岡のゼロさん、5位佐賀のまるさん、4位とおるさん、3位しゅうさん、2位やしたんさん、そして1位さやまるおかざる詩人になりたくてさん、ありがとうございます。目が乾燥してます。ペペペ、ありがとうございました。ではこの辺で本日はお開きにしたいと思います。お開きって言い方、終わりにしたいと思います。わ、なんかスマホのケースがくるくるしてる。はい。終わります。ありがとうございました。明日はパープル公演なので、2回目の、ぜひぜひ見てください。では終わります。明日は平日ですが、信じられませんが、信じたくありませんが、明日が平日というこの現実を受け入れたくありませんが、現実は変わらないので受け入れていきましょう。ではまた明日 DMM で、劇場来る方は劇場でお会いしましょう。バイバーイ、またね、ありがとうございました。やい、めっちゃ仕事してる。バイバーイ。